桶狭間で共に戦った浅井長政とお市はその愛を実らせ、秀吉ら嘆く織田家臣をよそに祝言を挙げた。二人は晴れて夫婦となったのである。一方織田信長はこの婚姻により浅井という名優を得ることに成功する。桶狭間の戦いの後、徳川家康と同盟し皇子の憂いをなくした信長は隣国美濃の斎藤家攻略にかかっていた。斎藤家の居城稲葉山城を囲む軍にお市と長政の姿があった。あの人のまっすぐな瞳が私の心を温かくする。第2話、稲葉山城の戦い。愛が私を強くする。方面より稲葉山城を攻め立てよ。一、バザンとの名役不安。この先長政を苦しめるようにそれがウルモの力だ。ウルモを構えてみせる。私が
ったく見せつけてくれ。よし、このコンギ先行きがどうも不安じゃな。そなたが一緒だと勇気の高さが違うな。そんな城内に入られました。これ以上は抜かせません。
よし、残る敵は総大将のみ。進め進め。これからも頼む。共に幸せな国を築こう。はい、どこまでもお供します。睦まじいことよ。